今日は3月1日、県内のほとんどの高校で卒業式が行われ、卒業生が新たな門出を迎えました。県内では今日、県立高校49校など、ほとんどの高校で卒業式が行われました。このうち大津市の県立是々高校では、359人が卒業式に臨みました。今年は参列者の制限がなくなり、卒業生は多くの保護者らに見守られながら卒業証書を授与されました。入学してから学校行事の中止や修学旅行の行き先変更など、新型コロナウイルスの影響を受けた卒業生たち。学校生活最後の行事では、全員による合唱も再開され、吹奏楽部の演奏に合わせて、それぞれの新たなスタートへと思いを込めていました。この日をクラスのみんなと一緒に迎えることができて本当に幸せなことだと思います。毎日がとても楽しかったです。新生活どんな道に進んでもまた頑張っていけたらなと思います。なお県立高校では今年度は全日制、定時制、通信制の51校合わせておよそ8800人が新たな門出を迎えました。ロシアによるウクライナ侵攻から2年、ウクライナ国内の子どもたちの心が少しでも落ち着けばと、昨日大津市でウクライナとオンラインでつないだ書道教室が開かれました。滋賀大学などはウクライナの子どもたちに絵本を送る支援を行っていて、この取り組みが縁でウクライナ西部リビウ市の学校とつながりができました。昨日開かれた現地の学校とのオンライン書道教室には、日本の武道や語学を学ぶ12歳から13歳の子どもたちおよそ20人が参加しました。中には今回の軍事侵攻で家族を亡くしたり自宅から避難した子どももいたということです。教室では書家の大崎宇宙さんが墨のすり方や毛筆の持ち方などを教えた後、実際に子どもたちが挑戦、力やウクライナのう、そして平和などの文字を書き上げました。ちょっと、じゃあ、面白い、私は嬉しいです。これは面白いです。難しいです。ありがとう。ありがとう。はい。みんなありがとうございました。ウクライナの復興に関係して、頑張っていくっていうのはこのやっぱり子どもたちなんで、やはり日本でもできることがあれば少しでもお手伝いをさせていただきたいな。取り組みを企画した滋賀大学の近金客員教授は、今後より高性能な中継機材を現地に送るなどして子どもたちへの支援を深めていきたいとしています。守山市の中学校で3年前、教員による不適切な指導が原因で元生徒が自殺未遂をしていたとして、昨日守山市教育委員会が会見を開きました。当該生徒さんが当該教諭からの指導等を通して現在も心身に不調をきたしていることはとても遺憾であり、また大切な中学校生活の一部に苦しい思いがあることについては大変残念であります。深くお詫びを申し上げます。守山市教育委員会によりますと、2019年7月、市内の公立中学校に通っていた当時1年生の元生徒が、別の生徒が嫌がる行為をしたと誤認した男性教員2人から厳しく叱責され、自ら自分は最低な人間だなどと言わされたということです。元生徒や保護者はその後謝罪を求めましたが、男性教員は、
そのようなことは言わせていないと否定したといいます。その後、心身の不調を訴えるようになった元生徒に対し、学校側は男性教員と接触しないよう配慮するなどと約束しました。しかし、校内で男性教員の顔を見ることや声を聞いたりしたとして、元生徒は3年前の2021年6月に自殺未遂を図ったということです。守山市教育委員会は去年2月、謝罪の場を設け、男性教員2人が直接元生徒に謝罪しましたが、元生徒や保護者は誠意が感じられないとして、現在も謝罪を受け入れていないということです。今回発生した問題についての教育委員会の見解は、教員の資質の向上がやっぱり十分求められているような感じがします。場に応じたふさわしい態度とか言葉をしっかりと継承をして、そういう子どもたちが嫌な思いとか辛い思いすることのないようにしていくことの場を私どもが設定する必要があると感じております。今回の件についてはそれが現場にはなかったということ。だから不十分だったと思います。教育委員会は今後も本人や保護者の気持ちに寄り添い対応を続けていくとしています。滋賀県警で初めてとなる公式防犯アプリの運用が今日から始まりました。滋賀県警の公式防犯アプリポケットポリス滋賀は県民の安全な暮らしを守ることを目的に今日から運用が始められました。滋賀県警察からの情報をポケットに入れて持ち歩くように常に身近に接していただきたいという願いが込められております。このアプリには主に6つの防犯機能があります。そのうちの1つマップ機能では身近なエリアの犯罪、不審者、特殊詐欺の発生情報を地図上で確認することができます。また、見守り機能では、アプリ内で家族などの登録を行うと、GPS を使った現在地情報を互いに送信できるほか、防犯ブザーを使用すると通知が届く仕組みにもなっています。このアプリ、ポケットポリス滋賀は、アプリストアなどからダウンロードできます。県警は安心安全のためにも多くの人に活用してもらいたいとしています。中学1年の娘に殴る蹴るなどの暴行を加えて怪我をさせたとして逮捕された両親を大津地検は今日付けで不起訴処分としました。今日付けで起訴猶予による不起訴処分となったのは大津市石山寺に住む共に38歳の夫婦です。2人は去年9月、自宅で中学1年の13歳の娘に殴る蹴るなどの暴行を加え、肋骨骨折や腕や足に打撲を負わせたとして、去年11月に逮捕されていました。大津地検は不起訴処分の理由について、情状を総合的に考慮したとしています。